guess you were lying when I met you. Still there were tears in your. が当たったんだ。 まあ言ってみれば高次郎の形見のようなもんだからな。こいつは親父の親父、つまり俺のじいちゃんの徳次郎、78歳。なんだよ、トゲジジジ。いっちゃー、まったく、なんであんな子ができたんだか。そうた。 空ってのは何色だ？青空っていうぐらいだから青色じゃないかな。うちのテレビじゃ灰色してんだぜ。あ、そう。一郎、母ちゃんから聞いたよ。
あんたあんなことして今にカエルが化けて出てくるよ。あいつ最初から車に轢かれて死んでたんだぞ。なあソータ。うん。だからあんたはバカだって言うのよ。何？死者をいたぶるなんて一番罪が重いのに。ああ知らないよ。どんなことになっても知らないよ。黙れデブスマン。そんなの嘘だね。これは俺の姉ちゃんのトクコ。デブスマンはデブっててブスだから俺がつけたあだ名だ。用足しして、ここは便所じゃないって言ってんだろうが。ほら、家の中で小便垂れてるバカはうちの一郎かい。まいったね。出ました、こいつが話がわかるようで一つもわからない親父の大二郎。近所じゃ大工の大ちゃんで通っている。縁側に苔は生えるし、臭いし腐るし、母ちゃん本当に困ってんだよ、まったく。便所が外にあるから悪いんじゃないか。夜はお化けが出そうだからやだ。便所が怖くてどうすんだ、うちの長男坊が。悪たれ坊主の唯一苦手なお化け様がせっかく出てくださるのに、わじゃわじゃ便所は選ぶまい。ちげえねえ。それが、運が悪いと出るらしいんだ。夜便所に入っていると、お尻不幸かい。お尻不幸かい。で、お尻不幸かい、お化けが出るんだって姉ちゃんが。タクコ、なんだよ、そいつはとってもいいやつじゃねえか。尻拭いてくれるんだろ。そんな親切なお化けなら毎回出てもらえ。髪もいらねえし経済的で。やだやだ。よーし、わかった、お化けが出たら捕まえてこい。父ちゃんがどっかに高く売り飛ばしてやる。とにかく二度と縁側を便所にするなよ。もしまたやったら。カラーテレビ買ってくれるんなら外の便所に我慢して入ってもいいけど。なんだと。このガキは父ちゃんに取り引きしろってのか。大二郎、タンクはいかんや、タンクは。じいちゃん、じいちゃん、起きてよ、一緒に便所に行ってよ。起きろったら起きろ。洗濯機にいたずらしたカエル？あれなら捨てたよ。ダメだろ、ちゃんとお墓に埋めないと。よく言うよ、ほったらかしにしといて。化けで出たら母ちゃんのせいだぞ。あんたは悪いことばっかりしてっから、お化けとかそういうのが怖いんだよ。ったく、昼間から。それより宿題はないのかい？土曜日で早帰りだからって遊んでばっかりいると。ちくしょう、ちくしょう、鬼ババメ、鬼ババメ。クマンバチ。うりゃー、離れ、クマンバチ、クマンバチ。この、この、どりゃー。
の音。ねえねえ、もしかしてこれ壊れちゃったからカラーテレビ変える？このバチ当たりもんは。こら、イチロー、という今日はただじゃ済まないよ。鬼ババの襲撃だ。イチロー待ちなさい。こら、どんちの自転車を。やった、追いつけるもんなら追いついてみろ。バカだね、そっちは行き止まりだよ。ビー、関係ないで。何してんだっけ。あ、そうだ、バチが当たって車に当たって、大変だ、トラックが子供をはねちまったぞ。寝てんのオイラだよな。なんで？うわー、なんだなんだ。うわー、すげー、俺空飛んでるよ。あれ、知らないお姉ちゃんも飛んでる。綺麗な人だな。デブスマンとは大違いだ。ねえお姉ちゃん、どこ行くの？オイラも連れてって。あれ、ねえお姉ちゃんってば。待ってよ。よかった。もう安心ですよ。オイラは奇跡的に助かった。落ちた場所が良かったせいか、頭を少し縫って丸一日で退院した。あるぜ、かっこいい。どうだ、すげえだろ。不吉。1234567891011121314。
やっぱり何度数えても9針だ。どうする？何がだよ。不吉だよ、9針なんて。なんかのたたりかも。うるせえ、デブスマン。ドッコン、余計なこと言って脅かすんじゃないよ。ほら、一郎、病院に見舞いに行くよ。ダメだろ、包帯してなきゃ。まだ糸取ってないんだから。本当にもう、なんてお詫びをしたらいいのか。相手の車はめちゃめちゃで、運転手は全治6ヶ月の重傷だった。本当によかった。もううちのがとんでもない無茶したために。ほら、行けよ。お前も謝んな。でもさ、本当によかったね、一郎ちゃん。まったく、おじいちゃんなんて、おとと死んだおばあちゃんが守ってくれたんだって、あれからずっと仏壇の前で拝んでますよ。あ、そう。でもそういうことってあるかもよ。え、そうかしら。5678。いっちゃん、元気ないね。どうしたの？なあ、そうた。おいら、車にはねられた時にな。あ、ちろよしよし。はあ、お腹、また大きくなったね。ほら、見て、いっちゃん。もうすぐ生まれるんだね、赤ちゃん。そうだ、便所の番頼む。うん。昼間から便所の番かい？ご苦労さん。そういえばあの時。まだ来るの？あの声、死んだばあちゃんの声だったような気がする。一郎。あれ？落ちたのだって自分がおっちょこちょいだからだろ。バカなんだから。嘘じゃないって言ってるのに。わからないのなら、でって思い知ったか。平気なバッチカン。だから、もしかするとあのお化けはばあちゃんかもしれないんだ。じゃばあちゃんのお化けが一郎便所に落としたっていうのか。一郎、まだそんなこと言って。ギャー。見たかよ、今の真剣なじいさんの顔。な。もうすぐじいちゃんは本気になって聞くから。そんなの嘘に決まってんでしょうが。嘘じゃないって言ってるだろ。まだわからないなら、また正義の爆竹だぞ。あ、まだ持ってたのかい。ほら、一郎、爆竹こっちによこしな。やることよ。一郎、よこしなさい。もっとこう、飯くらい静かに食えもんかな。長生きなんてするもんじゃないな。じ
ろ。行くぞ。あっ、そうだ、じいちゃんがとっとと死んじゃってお化けになればいい。そうしたらオイラが嘘言ってないことがわかるよ。かバカかおめえは。イチロ、お姉ちゃんは誰？オイラのおばあちゃん？それともお尻拭く会お化け？私の名前はユキ。ユキ。夢か。イチロ。あ？の縫い目とおまけにお化けが見えるというとってもありがたくない能力をもらってしまったらしい。お願い、一郎。お化けなんか大嫌いだ。Don't pretend you're sorry. I know you're not. You know you got the power.To make me weak inside. And girl, you leave me breathless. But it's okay, cause you are my survival. Now hear me say, I can't imagine life without your love. Even forever don't seem like long enoughお願いなんてできるのかよ、ユキ。イチロ、頑張って。